イタルズバーチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけども、タイトルにもありますように和菓子に合うウイスキーということでお送りをしていきたいと思います。なんで和菓子かと言いましたら、こちら小さなもなかなんですけども、このもなか予約しないと買えない手土産の王道的存在の東京銀座の空屋さんのもなかをいただきました。実はたくさんいただいたんですけどね、あまりの美味しさにパクパクパク食いまして、これラス1でございます。空屋さんのもなかといえば、和菓子好きの方ならご存知だと思うんですけども、あの夏目漱石の我が輩は猫であるにもですね、この実名で登場した夏目漱石は大好きだった超老舗のもなかということで、本当にこれね、あっさりしててね、もうあんこ好きにはたまらない。私お酒好きでもあるんですけど、甘党でもあってもあんこ大好きなんですね。でこの空屋もなかなんですけど もうネットとか百貨店でも買うことができずに、その銀座のそのお店に行って予約をして買わなければいけないということで、まあ、非常にハードルが高いもなかで、なかなか感動ものの美味しさで、ぜひウイスキーに合わせて食べてみたいなということで、今回ウイスキーアドバイザーにこれに合うなんかウイスキーチョイスしてよということで頼んだんですけど、まあ実はうちのウイスキーアドバイザーあんこがあんまり好きじゃないので、食べれへんことはない、食べれへんことはないんやけど、このあんこに合うのを想定して俺にちょっと出してくれへんかということで、今急遽動画を回しております。この空屋もなかなんですけども、購入後すぐに食べても美味しいんですけど、賞味期限が10日間ありまして、時間が経つとともに皮と中のあんが馴染んでいって、またどんどん美味しくなっていくという、和菓子好きにはたまらないもなかで、というわけでウイスキーアドバイザーにお願いをしていきたいと思います。1個目、まずは空屋もなかいただきます。普通に合う、バーボンであるとちょっとシェリーも入ってる感じ、何入ってる感じなのかな、多分、うん、めっちゃ合う。結構いろんな酒屋さんでも置いてるオフィシャルボトルの一番スタンダードな12年もの、はい、ロイヤルロッホナガー、はい、ロイヤルロッホナガーということで、ちょっと紅茶っぽい感じがする、うん、あんこにめちゃめちゃ合うわ。まあこれ今あんこやけど洋菓子でも合うよな。2杯目、あ、めっちゃウッディ合う、合うしか言ってへんけど、さっきのロイヤルロッホナガーよりもかなりウッディな感じで、うん、ウッディとモルトの甘さ、何これ、日本の甘みにはやはりこれでしょう、水ならだるイチローズモルト MWR、 あー、イチローズモルトの水ならウッドリザーブということで、水ならの高熟でワールドブレンデッドウイスキーということで、これ単独で飲んでるよりもこの甘いの食べてからの方が美味しいわ。甘いの食べてこれ飲んだらすっきりした感じも感じるな、うん、ニュアンスとしてあんこの甘みがすごい上品な甘み、うん、ロイヤルロッホナガーと水菜ロッドリザーブ種類としても全然違う、どっちもそれなりに合いよるな。3つ目もなかいただきます。一番うまいかもしれん、バーボンダレやな、バリバリバーボンダレやけど、何グレンモーレンジアスターということで、解説ウイスキーアドバイザー、最近のグレンモーレンジとしては珍しくカスクストレングスでのボトリングで、うん、タルはバーボンダル、バーボンダルにすごくこだわりの強いグレンモーレンジ社が選び抜いたバーボンダルで作った限定のグレンモーレンジ、こちらは2017年リリースのものになります。カスクストレングスは感じひんわ、ていうかカスクストレングスやからいいんじゃない、あんこの甘み負けへん、アルコール度数が52度、あんこの甘みとこのカスクストレングスの相性っていいかもしれん、これ自体も甘いよな、うん、本場のスコットランドの人はウイスキーのものに当てって基本的には食べないっていう、俺も当ていらんもん なウイスキー好きな方はこういう当てを食べずに飲まれるので、まあ、これがいいのか悪いのかは邪道とまでは言わないけども、まあ、本来は何も食べんと飲むのがこのウイスキーの良さが分かるっていうもんなんですけども、このマリアージュという部分ではちょっと何かあった方がより味が強調されるというか、いや別にありやと思うな、俺はもう何も口に入れへんけど、うん、この3本どれもめちゃめちゃ合います。はい、4つ目いきたいと思います。もなかいただきます。
さっきのアスターはバーボンやったけど、これちょっとシェリー入ってる。今回お出ししたのがボトラーズ、こちら。こちらはダンカン・テイラー、ディメンションズ、オーキングオン12年、シェリーカスク。やっぱりシェリーやな、うんうん。このシェリーはそんなガチガチのシェリーじゃないよな、これ。セカンドフィルではない。ぽいよな。シェリーカスクのシングルカスク。シェリーカスクのシングルカスク。まあ、セカンドフィルなのかなっていう、うん。まあ、色から見ると、そこまでガチガチの濃いシェリーな感じじゃないけど、うん。味の方もそんなにシェリーがガンってくる感じじゃなくて。で、結構フルーティーな感じで、うん、ちょっとした酸味もあるし、52.9 やから、まあまあ高い。さっきのアスターと同じぐらいの高さやけど、あんこと、この高アルコールって合うな。すごい味がどっしりしてるもんな。うん、あっさりめのウイスキーよりもガツンとアルコール度数高い方が俺合うと思うわ。まあ、ちなみに今回出したこのオーキンドーン、実際の蒸留所の名前はほぼ記念日っていう蒸留所のモルトで、うん、ティースプーンモルトということになって、うん、記念日蒸留所のシングルモルトというのはほとんど世に出回らない、かなり貴重なもので、ほぼほぼブレンデッド用に作られてる、まあ、あまり自分も初めて市場に流れてるのを見たぐらい。今回のこのオーキンドーン12年希望小売価格は税込み8,778円。安いわ。もうただないよな、もうな。もう瞬殺でした。ここは人気やから。以前の動画でもお話したんですけど、ボトラーズってすごい当たり外れがありまして、これ大当たり。そういう当たりのやつはもうさっさとなくなっちゃうし、ね、うん、これはなかなかいいんじゃないかな。あんことのマリアーズベストマッチング、うん、最後5本目いきたいと思います。これウイスキーか。樽がすごく強いでしょ。なんかめっちゃなんかブドウ感なんだけど、ブドウの感じとその樽の感じが意外といけるんちゃうかなっていうのを思ってたんだけど、合うのは合うんだけど、これなんや。こちらちょっと珍しいもので、こちらブランデーやん。はい、こちらグラッパ。こちらがマローロのバローログラッパ20年。ブドウの搾りかすは、あの有名なバローロの搾りかすです。これグラッパといえば無色透明なんですけども、これは熟成されてて、バローロといえばイタリアの超有名なワイン、バローロ僕大好きなんですけども、それのグラッパの20年ものということで、そういやあったよな、これうち。意外だ。めっちゃブドウやなと思って今。意外とこういう甘みとグラッパっていうのはありやと思う。イタリア料理食べて、ドルチェ食べて、その後にイタリア人はグラッパを飲まはるんで、その感じでいくと甘いもの食べてちょっとこれさっぱりしてるね、流す感じ、うん、だからマリアージュというよりはこれのアフターで飲んで口の中をさっぱりさせるみたいなところやな、うん、ウイスキーとアプローチ違うねんけど、これは俺はずっと提案したかったことで、鼻には結構タル感が抜けていって、うん、タル自体はマルサラのタルとアカシアの樽でそれぞれ熟成、この熟成感があるグラッパっていうのはもうそもそもレアやわな。この熟成したグラッパめっちゃ面白いなって最近思っててさ、いわゆるブランデーとまた全然ニュアンスが違うよな、うん、そうそうそう、ちょっと意表をつかれました。あんこに合うウイスキーということで、この4つのあとラストはグラッパ20年ものが来たということで、まあ、意外やったちょっと意外でございました。というわけで総評としては、あんこに合うウイスキーっていうのは基本的にはバーボンダルやったら大体合うかなと、もしくはセカンドフィルのシェリーあたりやと合うと思いました。過去の動画で焼き芋に合うウイスキーというのをね、させていただいたんですけど、あの時はまあ日華を中心にさせていただいたんですけど、まあ、竹鶴の17年とかね、あの辺りも非常にあったので、ウイスキーっていうのはこの甘いものには相性がいいなというのを改めて思いました。まあ、よくバーとか行くとチョコレートのおつまみっていうのメニューにあるんですけど、なかなかこのあんこ系のおつまみっていうのはなかなかないんやけど、意外にいいかなと。だからまあもなかやないけど、例えば羊羹とかは俺バーのおつまみでありかな、まあ、あなたはあまり好みじゃないやろけど、はい、というわけで、今回はねダラダラと動画を撮らせていただいたんですけども、空やモナカと合うウイスキーということでトライしていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もまたよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。五社五様やったな。私個人的にはねちょっと合わせてみたかったんだ、このマッカランのクラシックカット、これ結構好き。まあ、これシェリーダルバリバリやもんな。これがどれぐらい合うかっていうことで、ラストちょっと一つ残しといたんです。バリバリシェリーダルあかん。あかんよ、うん、だからセカンドリーでした、うん。
これファースウィリアムが確認いたしました、うん、このマッカランのクラシックカットテリーのファーストフィルということで、ファーストフィルとアンコ合わないですシェリーラルやったらもうセカンドフィル以降とボアボン系が合うかなということで、マッカランは合いませんでした。よもう喧嘩してる口の中で、うん、同じブドウのみたいな味やねんけど、グラッパはいけた、ね、グラッパは全然いけた、うん、これはもうこれ単独やというわけでおしまい。